大重舞は日本のフリーアナウンサー元広島ホームテレビのアナウンサー東京都小平市出身2011年より3年間日本テレビイベントコンパニオン28期生として番組や各種イベントのアシスタントなどを経験2012年1月から同年9月までオハ4ニュースライブのアシスタントを担当 学習委員女子大学3年生の時の2012年10月21日、学習委員女子大学ミスワコンテスト2012にエントリーし、グランプリを獲得。学習委員女子大学卒業後、2014年4月、広島ホームテレビに入社。初泣きは、ホーム、J ステーションのスポーツコーナー。2017年8月9日、ブチブチ、シソンネコントライブに出演し、 人生初コント。2017年9月18日、プロ野球球団の広島東洋カープが、セリーグ優勝を迎えた際、神戸でビールかけリポーター及び選手インタビューを務め、菊池良介、鈴木誠也、丸香広角選手から立て続けに、ビールかけの洗礼を浴びた。2018年7月5日放送の、ナニコ珍百景系列局投稿3時間スペシャルに、出演し、 尾道みからリポートした。また、冒頭で花の、両穴のそれぞれに同時に100円玉を入れるという特技を披露した。2019年2月23日放送をもって2015年4月4日から、ラッシャー板前と、コンビで勤めていた、朝だ。生です旅サラダの広島リポーターを卒業。その後、同年11月30日に、 広島県福山市から生放送中継にリポーターとしてラッシャー板前と登場し具合を紹介した。2020年5月30日放送の広島ホームテレビ広島深堀ライブフロントドアで同月末をもって広島ホームテレビ大社を発表。大社後も広島深堀ライブフロントドアには継続して出演するほか2021年4月からは 川又千奈美の公認として、日テレニュース24のキャスターを務めている。趣味は昼寝、一人カラオケ。特技はダンスで、小学2年生頃からダンスを習い始め、ジャズダンスを13年ほどやっていた。2014年8月6日の早朝に、全国ニュースで平和記念式典会場から中継を担当した。また、大茂の祖父は1945年8月6日に、 広島で原爆にあっている。佐藤綾子、山崎萌松尾窓か、柴田さとみは、アンケーレ列の同期で研修を共に過ごした。同い年である中根幸とは、今でも交流が深い。ふとじは出演中。ありがとうございます。